平成2年台風第28号は1990年11月に和歌山県に上陸した台風である。1951年の統計開始以降、日本への上陸に知事が最も遅かった台風であり、なおかつ統計史上唯一11月に日本に上陸した稀な台風でもある。進路図1990年11月22日。 マリアナ諸島の南で台風28号が発生、西に進み、27日にはフィリピンの東海上で最盛期を迎え、中心気圧910ミリバールになる。そしてこの頃から震度を北寄りに変えた。29日には沖縄県の大東島地方を暴風域に巻き込み、12月を目前に控えた30日の14時、大型の勢力で、 和歌山県白浜町の南に上陸。同日21時に東海地方で温帯低気圧に変わった。温帯低気圧は12月1日に日本海に抜け、北海道を通過して日本列島から去った。この台風の特徴は何と言っても日本への上陸日時が遅かったことである。この台風のように11月に 日本に上陸した台風は前例がなく、しかもこの台風は11月30日という11月の下旬でかつ12月間近という異例の時期に上陸したため1951年に統計が開始されて以降最も遅い上陸となった。この原因については1990年当時の夏は記録的な猛暑で、 太平洋高気圧の勢力が強く、秋以降になっても高気圧は後退せずに記録的な段空秋となっていた。さらに偏西風の位置が北に押し上げられており、台風は偏西風に流されずに紀伊半島に到達したものと考えられている。なお台風が上陸した翌日の12月1日、台風から変わった温帯低気圧が日本海へ抜けたため、 広範囲で9月並みの暖かな1日となった。新潟で最高気温20.4度、仙台で21.8度、東京では23.5度を観測し、12月としては当時歴代1位、現在でも歴代3位の高温記録となった。ちなみに、明治時代の1894年には12月10日に、房総半島に上陸した台風の記録があるほか、 1950年以前の古い資料によると1894年12月10日に九州南部に台風が上陸していたり、1932年11月中旬にも台風が東日本を襲い、襲来時期から753台風と呼ばれたという記録がある。しかしながら、当時は台風と温帯低気圧との区別がなく、温帯低気圧に変わっても、 なお台風扱いであった。しかも台風の定義が現在のような基準に確定したのは1951年からであり、特に20世紀初頭頃までは台風の基準も曖昧であったと考えられており、これらの台風も上陸時には温帯低気圧に変わっていた可能性があるとされた。以上のような理由により、公式の記録ではこの台風が最も遅い上陸台風である。 なお、上陸はしていないが、2003年11月29日から12月1日にかけて台風21号が日本に接近し、本州付近の低気圧と前線の活動が活発化して四国地方の一部で豪雨となったほか、八丈島で36.8メートルの最大瞬間風速が観測されている。ありがとうございます。